ディフェンスにはですね、返球する場所っていうところで、安全なところと危険なところが、大きく2つあります。で当然安全なところに、返すのが有効なんですけども、それを、知ってるかしてないかっていうことで、大きく、戦い方が変わってきますので、そこをまずご説明していきたいと思います。でこちら側からスマッシュを、打たれた場合ですね、ストレートに打った場合、どこが安全かと申しますと、前衛の人は当然こちら側からスマッシュを打ったわけですが、前に、前衛の前を張るわけなので、こちらにスペースが空くことになります。なので、大きくこちらの、スペースが安全ゾーンになります。でこのネット前に、ネットギリギリに置くっていうところも安全ゾーンになる、なります。で一番危険なのがやはりここのハーフあたりですね。このあたりに打ってしまうと前衛の人に捕まってしまうので、なるべくこの安全なゾーンに返球してあげることが重要になります。こちらからスマッシュするときに前に落とすかクロスに逃げるかっていうところで、このクロスに打つ球、前に打つ球っていうことを打つところっていうのは意外と難しいですね。何も考えていないと来た球に対してこの危険ゾーンのところに返してしまいます。なのでレシーブをする上で一番重要なのが、相手の、方がスマッシュを打つ時にはもう次どこに返そうかっていうことを考えていることが大事になります。相手が打ってから考えて打ってしまうと絶好の危険ゾーンに打ってしまう可能性が高いので、相手が打つ時にはもうこちらに返そうというふうに意識をして、体もポジションも取って意識していると返すことができるので、必ず相手が打つ時にはもうどこに返すかっていうのを決めとくっていうことが必要になってきます。はい、では、逆サイドの方も説明をしていきたいと思います。次、こちら側のフォア奥からスマッシュをストレートに打ってきた場合ですね、こちらの方の安全なゾーンっていうところが実はちょっと範囲的に少ないんですけども、こちらのストレートの前からハーフのみになってしまいます。前衛の方は当然このカウンターのこの3点を前と後ろと後ろを、狙っているので、こちら側に返してしまうと、下がって強い球を打たれてしまうので、この辺りは全部危険ゾーンになってきます。なのでなるべく、ストレート、ただこの後衛の人が前に詰めてくるので、あまり浮いた球だと、危険にはなるんですけども、ネット前とハーフ球であれば、この後衛の人も前まで詰めきれないので、この辺りがセーフゾーンになります。なのでスマッシュ来ても、しっかりこの位置、青色の位置にですね、しっかり返すことができれば、一発二発でやられることっていうことはなくなります。こちらに逆に返してしまうとこの糸が下がって、打たれてしまうので、そちらの方がちょっとリスクがあるのかなというところで、しっかりこのゾーンに返せるように、意識して、やってもらえればと思います。